55からのたけのこ生活論語とそろばん著渋沢栄一を岩波新書シリーズ日本近現代史3をガイドに読んだ感想ですまず論語とそろばんは渋沢栄一が33歳の明治6年に大蔵省から民間に転出後の多くの会社や学校を起こし運営した明治期の訓話集 村民費の時代にあえて民間人となり仲間として商工業者が正しい心がけで利益を上げることの大切さを説いている「日本近現代史3日清日露戦争」著原田圭一の描く時代が明治23年から43年西暦1890年から1910年で時代背景のガイドとした渋沢栄一が活躍した時代 日本は憲法を制定し立憲国家となり議会は貴族院が皇族公爵・多額納税者直選議員で構成され衆議院が国税15円以上を納めた男子約45万人のみ選挙権あり一方内閣を組織する首相は元君級の中からの候補者を天皇が指名国会では内閣と衆議院は 国家予算でで軍備増強かか減税で対立結局、軍備増強と減税の両方を進めようと財政赤字となり明治31年1898年には金融逼迫で外債・ポンド債発行に転換。私の感想1日本は政治経済の制度を近代化させて国家の独立は守ったが。 国家間ののの協力の利点の教授には到達できずと思った私の感想2金本位成果での財政赤字は国家の一大事だと思った一方論語とそろばんで渋沢栄一は商業の道徳を説くその中の具体例として自国の利益を図るはもちろんながら合わせて品をも利益する方法これが経営の方法は 両国民の共同出資による合弁事業となすが裁量法であるとするまた諸外国から日本の商業者の道徳の低さを指摘される理由では西洋人の最も尊重する個人の約束も君覆の前には犠牲としてあえて顧みぬもよいということになる日本人は中君愛国の念に富んだ国民であると称賛される傍らから 個人間のの約束をを尊重せぬとの誹謗を送るとる、る。分析している私の感想3他国との協調を解き孔子より牧師の考えに近いと思った私の感想4個人と国家および個人と個人の関係の分析は勉強になった渋沢栄一や福沢諭吉らは明治27年1894年日清戦争が始まると 軍事資金権能を国民に訴える報告会の結成を決めた。私の感想後、戦争が始まっては個人と個人の関係よりも個人と国家の関係が優先される具体例となっていると思った。ご視聴ありがとうございます。終わり。